どうもー、俺です。たまにはね、適当にね、スマブラやりながらね、トークするだけの動画作りたかったんで、今ね、撮ってます。プリはやから見ないでください。映 してるけど、見ないで。多分ろくなプレイしてないから、まあ、喋りながらやしな、さすがにそんな、あれなんで、特にあこれ、見てるばっかりしてしかもないで。あんま喋ってる余裕がない、こっちに集中してた。今日はね、トーク中心で行くので、マジでプレイはボケ活みたいなことしかしないです。で、まずなんかショートとかもし見てくれた方が登録してくださってるなら、お前誰だと思われるのかもしれないんですけど、一般人です。中野テリーという名前でやっております。中野は五等分の花嫁の中野から来てます。私大好きなんで、中野いつきが黒牛ほど好きですね。皆さんもぜひ見ましょうね。うまい。で、なんかスプラトゥーンの動画を例えば見張ってた方とかは、スプラトゥーンもやってます。けど、単独でスプラトゥーン出すつもりはあんまりないですね。正直。あんまりね、こだわってないんですよ、ゲームに。よっぽどね、スマブラだけなんで、ちゃんとやろうと思ってるの。ちゃんとやろうと思ってるわけでもないか。メイトやってますけど、スマブラは。メイトやってるレベルです、一応。そんなもん。1500キープぐらいしてますね、今季は。今季の最初にね、T さんと当たって投げた。強すぎて勝てねえ。おい、喋りながら KO、キャ 無理無理無理 飛んで、私、中野テレビでやっておりますと。で、なんで動画を上げてるかなんですけど、シンプルですね。私、配信者として食っていきたいんですよ、頑張って。なんでね、ぜひね、応援していただけると助かります。それの話なんですけど、伸びる動画の作り方ってみんなないと思う。ぜひなんかあったら教えてほしいんだけど、コメントで。話題のゲームをやるとか、そういう話だと思うんですよ、割と。いいタイミングがあればね、なんか話題のゲームをパッて買ってね、やりたいんですけど、今やったらなんなんやろ。もう TikTok とかも一応やってるから、一応やけど、TikTok から来た人はおらへんと思うけど。お、すごい、沼。あれですよ。そんな感じで、TikTok やったり YouTube とかね。なんか伸びる動画をね、作るコツがあるから、やっぱね、いやー、視聴者側から見てね、どんな動画が伸びるかなとか思われるのがあればね、なんかぜひね、こういうのいいんじゃないとかあれば、ぜひコメントしていただきたいんですけど、本当お願いします。で、あと、なんならね、Twitter のフォローとかもね、もう全然よろしくお願いします。本当悲しくなるんで、いつも、投稿しましたっつって、いいねがつくの、身内と俺だけって。だからね。なんで中野テリーなのに、なんで今日はワリオとかね、スネークとか使ってるんだって話なんですけど、さすがにね、テリーの戦闘力帯じゃね、喋りながらじゃ勝てないですね。これに気づくまでね、1時間ぐらいかかったんですけど、よく考えたら、だって喋らずにもさ、負けることあるのに、普通に。なんで喋らず、なんで喋りながら勝てると思ったのね、俺。さすがに無理やった。ってことに気づきましたね。スネーク、スネークな、俺の場合は、俺レベルのスネークやからさ、何も、あれやん、こう、レベル、別に何も考えることなく手榴弾置いてるからさ、こんなん食い出してるだけし、勝手に。そんな難しいことしてない。からあれやねんけど。危な。危なもんし、お前。何の種類なん？あ、ごめん、死にそう。SPA。ついよ。当たってないだろ。ねえ、どんな動画伸びるんやろな。マリオワンダーとかの動画とか伸びる？買う？マリオワンダー。全然あり。正直ちょっとやりたい。新しいゲームは絶対伸びると思うねんな、正直ちょっとは。ちょっとはね。でもその、わ、なんか、ちょっと、やり込んでさ、ちょっと、めっちゃショートをさ、いい感じのでもの、衝撃みたいな感じのさ、裏技的なものを見つけて、ショートでププってあげれば、伸びる気はする。スマブラはね、もうね、旬が過ぎてますから、
俺このゲーム好きですよね。好きなのかな、わかんない。昔のスマブラは好きでしたね。少なくとも死ぬ？死ない。ごめんごめんよ。あ、死ぬ。でもいいか、バケフィになるとすぐにちょっとスネークあれやな、考えること多い。あ、死ぬ、危ない。もうこれ死ぬじゃない、死ぬかな。バケフィしてないと、バケフィしてないと無理。まあまあまあ、オッケー。もうこれでいろいろ喋ることが増えた。どんな動画の見るやろな、マジ。ぜひ、なんか案があったらコメントで教えてほしいんですけど。てか、案がなくともコメントで教えてほしいんですけど。できれば。おはようございますみたいなコメントだけでもいいんで残していってください。悲しいんで僕。おっ、いいね、うまい。ピットの下投げはね、外別しないと大変なことになるんで。いいか。知らない？飛びすぎ。ついよ、このキャラ。まあ、あとこの動画で言いたかったな。まあ、まあ、これでもう3キャラ目なんでね。まあ、もうこれで終わろうかなと思うんですけど。まあまあ、今後のその動画の移行の話と。まああとマジでちょっとどうしようかな、本当伸びたいですね、頑張って。歌ってみたとかもな、なんか違う気がするしな。どうなんやろ、わかんねえ。いい案があれば本当に教えてほしいんですけど、ガチで困ってるんで。本当なんでも全然わかんなくてもね、全然もうこんなのどうせダメじゃんと思っても言ってくれたら助かりますね、本当に。もしもね見てくださる方がいるなら。おぶ、なんかこいつ。あとね、まあ、最近のちょっと病気の話なんですけど、まあ、うつ病ですね、どんどん悪化してますね。学校には行ってないんですけど、まあ、まあまあまあ、まあ、僕いろいろ事情があってうつ病になったんですけど、まあまあいろいろ事情があってね、本当にいろいろ事情があって、身の回りを取り巻く環境だとか、まあ、そういうことがいろいろあってね、そんでまあなったんですけど。まあ最近はよっぽどひどいですね。もはやもう外にも出てくれないですね、あんまり。っていうレベルなんで、本当に引きこもってゲームするしかない。あ、でも元気ですけどね。元気なんだけど、まあまあ。危ない、おお、全部!1 個ぐらい当たってたやろ。まあねー。まあしゃあないんですけど。よっぽど本当バイト以外で外出てないですね、最近は。なんかどうやろう、なんか動画のネタとしてはなんか相手の立ち回りを絶対に褒めるビップマッチみたいな。半分燃えそうやけど。半分燃えそうになると、あと収録に時間かかりそうですよね。まあ、あとはね、華麗なクエルメイトを決めてね、バイバイしたいと思います。あ、こすれ。やばいやばい、シュ。オッケー。よかったよかった。まあね、今後もね、たまにね、こういう動画出すと思うんでね、ぜひね、気に入ったら、チャンネル登録とお願いします、本当に。本当に励みになりますんで、なんなら、登録しなくていいんで、本当に高評価ポチッと一つね、押していただけるだけでも、本当に助かります。なんならもう別に高評価だけじゃなくていいんでね、もう本当高評価じゃなくて、全然コメントでも本当に助かりますんで、なんかね、名前残しとこうぐらいの気持ちでコメントしてもらっても、本当構わないんで、ぜひね、お待ちしております。では、中村でした。じゃあねー。